中二の息子置いてきましたのコーナーでございます置いてきた重宝人実母ですね県居酒屋和美助今セリナベッ今月いっぱいですもんねクレソン鍋も実施中ということで、はい、山田美代子さん9月の最終、はい、水曜日でございますけどもねよろしくお願い,いしますはいもうね暑い時期なんだけど、うん、ちゃんと組合長さんが白い立派な根っこ作ってくれていますので、はい、ぜひぜひ食べに来てください今年のセリもいい感じはい 仙台せり鍋のバビスケは白く太い根っこ甘いよせりは体にとってもいい仙台せり鍋やっててますぜひ来てくださいわきわきわっきーの母ちゃんでしたこのコーナーのみねポッドキャストやってるんですけどね俺言われたこの間ポッドキャストで聞いてますよって本<当>ちょっとあれじゃないですか 先月ねあの全国放送でもラジオやってるって言ったんで <laughs> そっからちょっとアクセス増えたんじゃないですかねもしかしてわびすけのねアクセスもねわ、うん、って上がったのあらすごいね,ごいねでも題名がちょっと違ってアクセスできないんでしょい,、ね、いや中二の息子置いてきました、はい、このこ中二の息子をって入れちゃうとダメなんだけどあ中二の息子で体毛止めして置いてきましたなるほどはい、はい 村の珍守の神様の。レッツゴー三匹みたいな感じの回ですけど大丈夫ですかそうは嬉しい。お祭りなんですよ、今の時期は。いちお祭りの話してる感じしますね。ねえねえ、今の、今のお祭りはね、収穫のことに感謝して、ね、あの、他の神様。 ちょっと東北にはないんだけどさ、関西とか向こうの方にいると、田んぼに、こう、しゃもじ持ったね、石、石の仏さんみたいなね、<う>他の神様を祀ってるとこが多いのよ。ビリケンさんではなくてね。じゃなくて、はいはい、しゃもじ持って。ワビスケのね、入り口にあるの、それ一つ。あ、あるあるの、しゃもじ持って。あれ、関西の人はおおと思ってるのそ,そうそう、わかるわかる。 で、えー、あれを、今までね、あの、田んぼのん周りでお米とかね、あの、畑のね、はい,はい、いろんなものの収穫を見守ってくれた、ね、田の神様を山にお返しするのが、その秋のお祭りなの。そうなんだ。<ー>じゃあ、お返ししなきゃね、水をね。いやいや、あれはずっとうちに置いときます。<laughs> う,ちうちで、あの、あの、や、や,や、休んでもらってます。ちゃんと拝まないとさ、この間ほら、米騒動みたいなことあったじゃないですか。うん ねえ。今ね,<え>ね、お米もね。そ,それでね、世界中で一番食べるもので、一番すごく効率がいいのがお米なの。うん、同じ田んぼで、毎年毎年、例えば百法であった百票、同じ量取れるの。はいはい、これが麦だったら3年に1回とか、休ませなきゃないから、 他のところは食べ物を食べるのにうんと苦労するので、パンをまともに食べれなかったりしたりするところが多いの。だから効率がいいのは日本のお米産業。<米>東南アジアなんかもそうなんだけどね。はい、だからこれはうんと恵まれてることだから、なるべくご飯食べましょう。はい パンっていうとねどうしてもねいろんなところで作るとおいまあ美味しいしいろんなバリエーションもあるんだけどもやっぱりちょっとプ込米騒動が起きたぐらいですから<う>まあ改めて米米を食べよう,そうね宮城県は米どころだしねだから昔ね、うん、東京オリンピックの頃さ日本人で米食べてるから性低いだなんだかんだって言って、うん、欧米の肉だなんだ食べ 初めて生とかななんか高くなりました、はい、体も良くなりました。うん、ただ腸の長さは同じなの昔と。はい、だからパンとか肉じゃないの。お米とか野菜を食べるのに腸は向いてるの日本人の腸は。だからそこちょっと誤解し第いでお肉ちょこちょこ食べる分はいいけどはい、はい、向こうみたいにバンバン食べたら。 腸が長すぎてお肉がねたまってしまうの腸にで悪さを起こすのお願いだからねわかめとかね野菜とかねお米を食べてまず味噌汁飲みましょうぬか漬け食べましょうまあ日本ジャパニーズフードがね、うん、まあ改めて皆さんから、うんうん ね、こう注目浴びてるっていうのはそういうタイミングもあると思うすごいねこのコーナー JA 入ったはい入りました入ってないですねそれで私超調べたらね超調べたら綺麗だったところがねピロリ菌がいるのピロリ菌ピロリ菌いるの ところが、私たちの年代ってさ、汚い、ね、川だな、沼だなんだって遊んだりしてるから、それはあるの。そうかあとね、親がこう、噛んで冷ましてから食べさせたりしたから、私もあんだにやってるからあピロリ菌ね。んだピロリ菌あるわ。大丈夫、この間見つけて、見たら、ピロリ菌はね、ないように。一回消毒したんで、そのまま飲む。大丈夫。私さ、お医者さんにさ、ピロリ菌って見えるんですかって言うんだ

あのねピロリ菌が住んでるようなちょっと粘膜はわかるってそうそうそうわかるんだって私この間さ眼科に行ってさマグロの目玉っておいしいんだけど人間の目玉ってどうですかって聞いたと思ったらね「神経とかいっぱいあるからああいうふうにはならない」と何でも聞いてます何の話ですか